はい、どうも、トワイスです。今回はこちら、クロスエッジやっていきたいと思います。ちょっとゲームやる時間がね、減っちゃったというか、なかなかゲームに手が伸びなくなってた中で、プレステ3が映らないっていう事件があったんですけど、なんとか映るようになったんで嬉しさのあまり勢いだけで撮ってます。いつも以上に肩の力を抜いた実況になりますので、よろしくお願いします。ちゃんとしてるのは挨拶だけですよ。では行きましょう。ちなみにこれどういうゲームなのか分かってないんですけど、スキルだの、アクションカウントだの、なるほどね。ノーマルでいきましょう。はい。シミュレーション RPG みたいな。で、オープニングで見てもらったら分かる通りですね。あっと、語りは邪魔しちゃいけないと思ったけど、まあいいや。このゲームがお祭りゲームというかクロスオーバー作品となっておりまして、ガスト、カプコン、日本一ソフトウェア、バンダイナムコゲームズ、アイディアファクトリー、この5つのメーカー、5つのメーカーのクロスオーバー作品となっております。じゃあちょっと黙ります。抱いた瞬間、まかれる思い、生まれたと同時に打ち捨てられる思い、捨てられた思いはどこへ行き、どうなるのだろう。人々から見放され、顧みられることもなく、誰にも受け止められず、その行き着く先にもしも果てがあるとしたら、必要とされる場所があったなら、思いは次に何を求めると思う？何気ない帰り道の途中、私たちはその場所にいた。森の中っぽい。おっと、なんかイケメンと倒れてるけど足がセクシーな女の子がいますね。ここはどこだ？どこでしょう。森ではなかったみたい。みことちゃんっていうのね。おい、しっかりしろ、みこと、みこと。オープニングで死ぬとか早くない？あ、生きてたわ。タイツかと思ったらニーハイソックスだった。どちらにしろ嬉しいぞ。ここはどこ？ゆうとくんと同じこと言いますね。さあな、俺が聞きたいくらいだぜ。そうでしょう。あれ、そういえばどうやは？もう一人男がいる。私たち一緒に帰っていて、それで…おっと、一般人かな？こんな奇抜な格好の一般人もそうそういないと思う。ユウト、あれ…なんでしょう。あれだって？何慌ててんだ。おっと、なんだこの化け物は。思ったより動揺してないですね。なんでこんな。なんだかよくわかんねえけど、やる気みたいだな。いいぜ、
相手してやるよ。戦闘経験は終わりのようで。ミコト、そこを動くなよ。お、BGM がかっこいいぞ。お、拳銃使い。行くぜ。まあパッケージでも拳銃構えて薄いグラサンかけてる姿が見れるので、まあそれはそれでね、分かってたといえば分かってたんだけど、戦闘がどんな感じになるんだろう。マス目が見える。あー、ちょっと今後ろで選択してるんで、その音入ったらすいませんね。驚くこと言える。戦闘指南、バトルについてのチュートリアルは見よう。初見だもの、完全初見だもの。フェーズについて、はいはい、残り AP と AGI、アジリティかな、回避率とか、うんうん。スキルについて、各ボタンを押すことで使用できます。なんか画面がすげえごちゃごちゃしてる。 R2 丸×四角三角、まあはいはい、スキルは発生しません。 AP が必要で、 AP がある限りスキルは何回でも使用可能です。他にも AP はアイテムや入れ替え、配置変更など戦闘中のあらゆる行動に関わってくる重要なポイントです。 AP が足りないと様々な行動が取れなくなり、全キャラクターの AP がなくなるとターンを終了し敵の攻撃に移ります。AP っていうのは持ち越しできるのかな。まあでもこれがある限りはそのターン中何回でも動けるという感じか。ターン交代、プレイヤーフェーズではキャラクターを選択しスキルを使用して敵を攻撃。 AP がなくなるか、あ、ちゃんと持ち越しできるんだね。じゃあ大技使うにはターンを一旦見送るとかそういうことをしなきゃいけないのかな。エネミーフェーズでは敵の攻撃を受ける。はいはい、不毛な戦いですねそういう問題じゃないか。とりあえずよくわからないけど、四角の速射しかまだ使えないのかな。 R2 の EX スキルっていうのがあるけど、 SP っていうものが溜まってないよね。じゃあとりあえず四角、押せよ。なあはあ、当たったり外したり。速射の消費が AP8 だから、このターンはもう動けないってことかな。 L1 R1 は仲間を変えるとかそういうことでしょうか。じゃあまあとりあえずターン交代で。なかなかのダメージ。左アイテムと左スティック操作について一応見ようか。アイテムを選択すれば AP を消費して所持しているアイテムを使用できます。アイテム使用もあれなんだね。あー、てかモリガンだ、いいな、早めに手に入れたいな。モリガンとリリスはちょっとね、私の好み的にもぶっ刺さりなキャラなので。ヴァンパイアはやったことないんだけどね。戦闘に負けそうな時は迷わずグラス、 HP 回復アイテムを使用しましょう。でも 8AP 使うのか。効果の高い回復アイテムほどやっぱり消費 AP も高いってことなのかな。上下でターン終了の有無が選択できる。はい、左右でアクションカウントをゼロにします、はあ、攻撃をやめ対象を変更したいときやメニューを変更し使用したいときなどに便利。はいはい、18まで回復してるから2回攻撃できるか。 HP はまあでもあまり長期戦はよろしくないかな、この状態だと。左スティックつった、入れ替え。はいはい、まあまだ入れ替えはできないよね。アイテム、グラス、癒し装、祝福の葉。それぞれのアイテムについて説明は戦闘中は見れないので、そういうことなら普通に攻撃していこうか。でこのアクションカウントっていうやつ、ああやっぱりコンボつながるんだね。うん、そこそこダメージが大きい。あ、今の反撃か。うわーすげえな、一旦にめちゃくちゃ攻撃してくんじゃん。本気で行くぜ。この攻撃でまあ勝てるか。さよなら。祝
祝福の歯を手に入れた。んだよ、ようやく調子出てきたってんだな。うん、まあ割とボコボコにされたけど、こんなもんでしょう。今1体しかいなかったけどな。んだよ、見かけ倒しだな。刀らしにもなりゃしね。ハードだと2体かかってくるってことかな。もう無茶ばかりするんだから。そうね、私はチキンだからね、結構 HP 減らされた方だと思うよ。仕方ねえだろ、話して聞く相手が。あれだ、先に手を出す方が悪いだろ。まあこれに関してはな、仕方ないと思う。そういう問題じゃないでしょ、私心配したんだからね。じゃあ黙ってないで助けてくれよ。なんだよそんな怒ること。そんな顔するなよ、悪かったよ。戦闘に勝利したのに謝らなければならないとは。仕方ないわね、反省はしているみたいだし、今回は許してあげる。お前何もしなかったろ。ちんだよそれ。同じ気持ちです。大体な、どうしようもない状況だったのはお前だった。ああ、これ以上はくどいぞ。今度はなんだ。またかよ。ゾロゾロと出てきや。暇つぶしついでに肩慣らしの続きといくか。さすがに手伝ってくれよ。わ、ハサミ打ちですかと思ったら、おお、いいね。いきなり出てきたか。いい戦いぶりだ。あー、グラフィックが。もう少し周囲にも気を配るべきじゃない。グラフィックが素晴らしい。勝手に手を出しておいて、恩に着ろってのか。お、強気ですね。ちょっと言うと、そんな言い方して失礼でしょ。いや、どう見ても人外の相手にそういう警戒を払わないのはどうかと思うんだ。うるせえな、ぼさっとすんなって。まだ肩はついてないみたいだぞ。手伝ってあげるわ。ありがとう。勝手にしてくれ。どうせ行ったところで聞きはしないんだろう。物分かりのいい子は好きよ。夜はこれからさ、楽しみましょ。そうだね、まだ昼っぽいからね、これからだよね。さて、戦闘の基本は分かったところで、今気力が上がったな。アクションカウントちょっと気になるよね。説明ばっかで申し訳ないけど、パート1ならではだよね。はい、攻撃を行うと発生するカウント、このカウント中に次の攻撃を行うとブレイク値に与えたダメージが加算されるほか、ヒット数が加算。はいはい、うん。アクションカウントが終了する前に攻撃をつなげていくことが勝利への一歩となります。うん、大きいダメージを与えたければ、いろんなキャラで連続攻撃をすればいいってことか。切り替え。スキル発動中に右上にキャラクターの顔アイコンが表示されます。あったね。L1、R1 を切り替えることが可能。事前にキャラクターを切り替えておけばスキルをつなげやすくなります。はいはい。またチェインの文字があれば、次にそのキャラが持つ特定のスキルを使うとブランチコンビネーションが発生。AP の持ち越し。使用しなかった AP は最大2倍まで持ち越すことができます。AP を貯めれば先行を取りやすく、次のターンで一気に攻撃を仕掛けることも可能です。あ、そっか。残り AP の最大値が、そういえば、先行後攻に関わるって言ってましたね。じゃあ、あえて貯めて攻撃を受けた後に、次のターンに一気にやるっていうのはありなんだな。どうしよっか。
それでもやっぱ1回ずつ攻撃はしたいよね。泣き払いはちょっと、ああでもな、モリガンも AP は多く消費するか。リュウト君低いな、アクションポイント。まあでもそういうことならとりあえず3人攻撃やってみるか。みんな技一つずつしか持ってないし、この状態だとまあなんて言ったっけ、ブランチコンビネーションだって、それは使えないみたいですね。ほんじゃ、そこそこ痛いんだよな。ブランチコンビネーションちょっと見たいけど今使えるの？はい、特定のスキルを使用すると発生する連携攻撃をブランチコンビネーションと呼ぶと。はい、奥義の書、ブランチコンビネーションやエクストラコンビネーションに使用するスキルを確認できる。ああ、はいはい、例えばなぎ払い、なぎ払いスプラッシュリビドとか。へえ、なぎ払い2回、じゃあ一旦黙らせとく必要があるか、みことちゃんを。ブレイクとオーバーキルちょっと見たいね。ガードブレイク、ガード値にはダウンとバーストの2種類があり、ダウンもしくはバースト効果を持つスキルや武器で攻撃するとガード値を減らすことができる。ゼロにするとガードブレイク状態。はいはい、ガードブレイク状態の時は通常より大きなダメージを与えられ、同じ系統、ダウンならダウン効果のあるのブランチコンビネーションを発動させるとブレイクアーツが発生。ブレイクオーバー、ゼロにするとブレイクオーバー、ブレイク値はどのような攻撃でも減らすことができる。ブレイクオーバーさせたキャラクターは最大値まで AP が回復する。あー、じゃあ連続攻撃のチャンスか。途中で攻撃が止まると減らしたブレイク値は全て元に戻ってしまうので、ブレイクオーバーを狙うときは攻撃し続ける必要がある。オーバーキル、与えたダメージが敵の残り HP 最大 HP 以上の時に発生。350以上、あー、ここはちょっとややこしいな。オーバーキルが発生すると貴重なアイテムを入手できます。なるほど、レアアイテムがリーニング。OK、よくわからんが頑張ってみよう。あー、これはもうやれってことですね。なぎ払い、なぎ払いスプラッシュリビドだっけ。ちょっと待ってね、これでもう乗ってる。乗ってないけどすげえたくさんあるな、111個もあるな。特にこれはあれか、見つけないと登録されないのか。ちょっとこれは攻略サイトとか見ちゃおうかな。114-270だから、もしブランチコンビネーションとやらでできるのであれば384以上のダメージをこのターンに与えれば OK ってことなのか。 OK、 じゃあやってみよう。なぎ払いの、あ、2体に行くんだ。なぎ払いのでスプラッシュリビド、おー、連携技だ。ゆうとくん系、あー、死んだけど、あ、これは行ったのか。 OK、 あ、隣のやつもやられる。いいね、こんな感じで行こう。あー、痛いですね。あともう少し、みんな頑張って。分かってるっての。スプラッシュリビドが2回できるから、これでなんかつながるかな。ドン、お、あ、これでもいいんだね。お、ブランチコンビネーションソニックブラストって下に出てたな。ちょっとそういうの気にしていこうか。んだよ、ようやく調子出てきたってのにな。
まあバトルランクは仕方ないだろう。助かりました、ありがとうございます。いきなり背景が1万円になったぞ。気にしないで、私が好きでしたことに。ああ、好き。それにあなたたちもなかなかやるじゃない。お前もな。おや、早くも認め合う中に。てか、なんだそのおかしな格好は。まあそうよね。ちょっと言うと、小声になるってことはお前もそう思ってたのか。あなたには刺激が強すぎるかしら。いいのよ、もっと。ああ、もうガンミスマ、もう噛む。興奮しすぎて噛む。言ってんじゃねえよ、誰がてめえのことなんて。いいんだよ、見てやれば。あなたたち、ここがどこか知ってる？おや、いきなりなんだって。もしかしてお前も迷ったたちか。ここがどこかだって？んなことこっちが聞きたいくらいだぜ。すみません、ここがどこなのか私たちもよくわからないんです。うん、丁寧な姿勢好き。遊びに行ってその帰り道だったのは覚えているんですけど、気づいたらここにいて。これはあれかな、みんな飛ばされたパターンかな。そうだ、他に誰かと会いませんでしたか？いいえ、あなたたちが初めてだけど。他にも誰かいるの？それがよくわからないんです。さっきまで一緒だったんですけど、はぐれてしまったのか、それとも私たちだけこんなことになったのか。そう、あんたここに住んでるんじゃないのか。さあどうかしら、そこんとこよくわからないの。原作やってないからわからないけど、もともと住所不定なのかな。あまり居心地のいい場所じゃなさそうだけど。そうね、朝だもんね。もしかして記憶喪失なんですか？記憶喪失？そうとも言うかもね。ま、どうでもいいけど。とりあえず本能のままに生きてることだけは分かった。今がいつでここがどこか分からない、それってワクワクするじゃない？胸の奥がうずくこの感じ、悪くはない。あなたどこでも生きられそうだね。何がワクワクだ、そんなに楽しくなりたけりゃ一人でバカ騒ぎでもしてくれ。止めやしねえよ。あなた可愛い子ね。一緒にいれば楽しめそうだね。ぜひご一緒したい。私はモリガン、モリガン・アンスラン。私は相葉美琴です。彼はカンナギ・ユートです。すみません、いい年してまだ反抗期が終わってなくて。一応お姉ちゃんポジションなのかね。不愛想で生意気ですけど狙いいいはずです。多分。なんだよその無茶苦茶な説明は、まるで俺が子供みたいじゃねえか。なんとも言えねえな。その自覚があると助かるんだけど。それはともかく、これからよろしくお願いします、モリガンさん。モリガンでいいわ。で、これから先どうするつもりなんだ。そうね、まずはこの辺りを探索してみない？ここでじっとしてるより面白そうだわ。仕方ねえな、他にやれることもねえし。いいぜ、付き合ってやるよ。まあ利害の一致といったところなんだが。